パパ、ママ、今日の日を無事に迎えることができました。何よりも本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。そして今日二人が少しでもこのお席を楽しんでくれていればなと思っています。いろいろと今日に向けて結婚式の準備をしてきましたけれども、そこにあたってすごくたくさんの思い出があって、選びきれないぐらいの写真があって、あんなに片付け上手のママがこれは捨てられないのよねと言いながらいろんな写真を出してくれたこと、あといつもパパの携帯の待ち受けが私の写真になっていることなどもつい思い出して、とても大事にしてくれていたことを、すごく実感いたしました。紹介できなかった一つ一つも含めて私にとって大切な思い出です。There's a place I've been finding that I couldn't find alone. 'Cause up to now I'd been walking this world for so long. しゅんちゃん。はい。ありがとうございます。ホテルのチャペルにて皆様にご祝福いただきながら、無事式を挙げることができました。皆様にお祝いいただいて、もうすでに感謝感激の極みにおります。この場で皆さんとたくさんお話しして、ごゆっくり過ごせればと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。Through a window, I see children laughing. Instead of winter, I see fall. 寝言で僕リフティング好きやでっていうぐらいサッカーが好きなんで、まっすぐ飛んでいく性格と一緒なサッカースタイルで、原田君心優しいんで、多分すごいこう奈美さんが3歩こう先に行ったところを後ろこうずっとお尻振りながら、尻尾振りながらついてきてくれると思うんで、頑張り屋さんで強気の奈美なのに男性の前だとちょっと可愛らしい感じになっちゃうので、ぜひこれからも私たちには元気をください。手を取り合って、いい家庭を築いてください。どうか二人、この良き日と先ほどチャペルで健やかな時もやめる時もお互いに助け合う、二人ともはいと言いましたので忘れることなく、ご両家のこう同じようにお二人がですね、同じような気持ちで接して感謝の気持ちを絶対忘れることなく、自分一人がこの世に出てるわけではありません。どうかここにいらっしゃる皆様の力で、さらに素晴らしい家庭を築いていただきたいなと思います。いい奥さんもらった。自分の息子は可愛いんですけどね、奈美ちゃんのことを褒められて嬉しくて嬉しくて、本日は本当にありがとうございました。私はなんか面白いことは何も言えないんですが、今日本日お越しいただいた皆様にいただきました、ご祝辞や温かい言葉を、心に刻みながら今後、妻奈美と一緒に長い人生を歩んでいっていけたらなというふうに改めて思っております。今日はお越しいただきまして誠にありがとうございました。
ー